横浜市中区にある高円店主の遠藤光弘と申します。今日は旬の食材を使った焼きナスのずんだあえをご紹介させていただきます。食材を紹介します。今日使う、横浜市市内産かな、市内産のナス、こちらと今日神奈川県の三浦から取り寄せた枝豆、これをベースに使った和え物をご紹介します。で、中には今日は蒸したアワビと、ボイルした車エビ、そしておひたしにした旬の食材の中のアスパラとインゲン、そしてスナップエンドウ、これをわさびとすだち、濃口醤油を少し使って和え物をご紹介します。では野菜を入れていきます。この出汁はどういうようなのを出汁を使ってますか？これは、日本料理で二番出汁、二番出汁にお塩と薄口醤油を入れた、水地、僕たちは水地って言うんですけど、基本的にはおひたしにつける地になります。どれぐらいつけとけばいいですか？3、4時間つけていただけたら全然問題ないと思います。次の日でも全然使えると思うので、その辺は。これアワビはどれぐらいこの下ごしらえというかやられているような感じなんですか？アワビは、生きたアワビを取って表面の黒いところをたわしでしっかり取るようにして、それを、お酒を振って、蒸し器で、そうですね、僕は6時間ぐらい蒸したんですね。はい。で、車エビは今日は、生きた車エビを、用意して、プリッとしたこう食感を出したかったので、中が半生にボイルしてます。だからエビの食感って結構こうプリッとした食感というのがイメージがあると思うので、そういう食感に合わせて今日はボイルしました。焼きナスを仕込みます。ナスは焼くときはこう強火とかで一気にやっちゃった方がいいですか？このサイズのナスだと、ゆっくりやると中の果肉がほぐれてきちゃうので、僕はいつも強火でバーッといって、そうするとちょうど皮目が焼けてきた時に中まで火が入るので、僕はこのサイズだと穴も開けずに普通にやるようにしています。穴を開けたり、例えば皮目のとこ切れ目を入れたりする方もいるとは思うんですけど、それも間違いではないと思うし、その食材に合ったやり方があると思うので、僕もいろいろやったんですけど、最近この方法で今はやっています。中の水分が出てきたってことはもう中に火が入ってきてる状況なので、まあ、この短時間でも全然入ってきちゃってるので、あんまりゆっくりやるともう果肉がとろけてきちゃうんですよ。で、まんべんなくこう回してあげて、こういうふうに水が溶けてくるので、僕はこの皮目をしっかり、焼いてあげる、焦がす手前ぐらいまでしてあげます。で、この後に水を使って皮を剥きたくないので、少しこの後に、バットに入れてラップをかけて蒸らすようにして、やります。こんな感じですか？こんな感じですね。これでラップをしてあげます。で、冷めるまでこの状態で置いておいて、で、冷めたら多分もう皮も保湿されてて皮も剥きやすくなってると思うんで、水を使わずに剥きます。少し塩を入れたら煮て、
いします。枝豆の硬すぎてもダメだし、火を入ってるだけではダメなんですよね。なのでちょうど枝豆を、だいたい火が入ったタイミングっていうのはこの鞘のところが少し開いてくるんです。それはタイミングとして見ていて、でもう少し、柔らかめというかにボイルした方が甘みが引き立つんじゃないのかなと僕は思っていて、そのぐらいのタイミングで、もう一回やってます。でやっぱり食べて自分でこう確認しながらやった方がいいのではないのかなと思ってます。で少しどれだろう、少し これとかあの開いて鞘から開いてきて、これ多分もう火が入ってるんですけど、この状態だと多分まだ硬いと思うのでもう少しいきます。で一応この辺で一回確認、ちょうど食べて少し塩も入ってるお湯でやってるので甘みがぐっと引き立ってきたらこれでも大丈夫。これで冷めるまで置いておきます。ボイルした枝豆を、鞘から取り外して薄皮まで取り除いた状態がこちらになります。これを少し、ミキサーにかけて和え衣を作ります。でこれもポイントとして、全部をきれいに滑らかにするのではなくて、粗いところがあったり細かくなっているところがあったり、いろんな食感をアイゴロムとして使いたいので、そういうふうなものをイメージしてミキサーに出します。このように粗いところと細かいところと、これをアイゴロムとして使います。今回の動画を気に入っていただけたら、高評価チャンネル登録をお願いいたします。こちらが先ほどの焼きナス、水を使わないで皮を剥いて、おひたしの汁につけたものになります。これを包丁していきます。どれぐらいこれあのつけとけば、これも 3、4 時間で大丈夫だと思います。これから、あえてお料理を盛り付けます。できたらすだちの絞った皮も入れてください。そうするとすだちの香りも一緒に味として入れます。
き上がりです。いただきます。見るからにも清涼感がいっぱいで、香りもとっても柑橘系の爽やかな感じ、香りがして、そうですね、これはご家庭でも本当普通に作れるんじゃないかなと思ってるのと、別にアワビじゃなくても例えばタコとかね、ホタテとかでもいいと思うし、スーパーで売ってる材料でも全然作れるんじゃないのかなと思って、アワビいきます。優しいですね。あと香りですね、うん、で食べながらこう優しいところだったり強いところだったり、うん、酸味が強いところだったり、なんかこう酸味が弱いところ、うん、なんかこう食べながらそういう感じ方ができるのが、うん、なんかこの料理かなと思って、うん、全部が全部きれいに味付けを、ね、整えてしまうと、うん、全部単調な味になっちゃうので、なんかこうあえてざっくり、なんかこうわさびが強いところだったり、お、うん、口醤油が当たってるところ当たってないところとか、なんかそういうものを意識して今日はやりましたね。アワビ自体は特に味付けっていうのはしてないです、基本的な、はい、本来アワビは海のものなので、うん、塩分を持っているの で酒を振ってただ蒸しただけです、うん、でアワビから出るエキスの中で少し、漬けるというか、うん、中に置いといて、保存してるって感じですね、うん。枝豆も細かい部分と結構粗い部分とがあって、そうですね、はい、食感がやっぱり面白いですね。そうですね、なんかこうピーナッツとかね、はい、和え物で使ったりしたりとか、中華でよくピーナッツ炒めとか美味しいじゃないですか、うん、ナスをいただきます、はい、こんなに食感が残るもんなんですね。そうなんですよ、時間をかけて焼くと、うん、もうナスも水分多いのでグズグズになっちゃうんですけど、はい、短時間でやっぱ水分のグズグズって出たところを見極めて強火でガーって、この夏だとやってあげた方がまだこう果肉が残るというか、うん、食べてるのあと香りが、そうですね、香ばしい香りがこう、はい、ピコポン抜けてくる感じ で、はい、 そうですね、それもまた楽しいですね。楽しいですね。今日はありがとうございました。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。JR 関内駅から徒歩5分のところに、あります、日本料理公園と申します。まだオープンしたばっかですが、今後四季の食材をたくさんふんだんに盛り合わせたコースをご用意してありますので、ご興味ある方はぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。